大丈夫、大丈夫。私には師匠がついてるんだもん。師匠が間違ってるなんてことありえないんだから。これからも師匠についていくんだ。ブラックワールド。ふう、一仕事終わり。私はレイナ。とある会社で OL として働いている。特にお金のかかる趣味を持っているわけでもなく、給料はほとんど貯金。年2回のボーナスでたまにブランド物を買うくらいだった。いつの間にか貯金額も300万円。あればあるほどいいかなと思ってたけど、別に使い道ないのよね。なんか面白い趣味でも見つけられればいいんだけど。もしもし。あー、レイナ、久しぶり。元気してた？もしかしてリサ？久しぶりじゃない。元気よ、どうしたの？リサは大学の同級生でちょくちょく遊んでいた仲だ。いや、実は昔の友達に電話したりしてるんだけどね。電話ではなんだからちょっと会って話してみない？ああ、いいけど。突然何の話なんだろうと疑問に思いつつ、私はリサと週末会う約束をした。久しぶりレイナ。やだ、全然変わってない。そういうリサはなんか変わったね。それもしかしてあのブランドの新作？そう、欲しかったから買っちゃってさ。それも一つだけじゃない。靴も服も時計も全部ブランド物だわ。レイナのそのバッグ、2年前の型落ち品？あ、うん、そうね。ボーナスで買ったんだけど、もう2年間使ってるかな。ダメよ、ブランドっていうのは自分を輝かせるものなんだから。いつまでも古いもの持ってたら古い自分になっちゃうわよ。うん、なかなかね。ボーナス入った時くらいしか買わなくて。あら、そうなんだ。私と同じことすれば、私みたいにブランド品だけで身を包むことができるのにな。でもブランド品にそこまで興味ないし。それは嘘よ。だったらどうしてそんなバッグを買ったわけ？ブランド物が欲しいから買ったんでしょ？それは確かに。レイナ、ちなみに貯金はどれくらいあるの？貯金？なんでそんなこと？これから話すことにとっても重要な情報なの。今いくらくらいある？口座に300万円くらい。300万円、十分ね。それだけあればあなたもブランド品に身を包めるわよ。でもブランド品なんて高いもので100万円はするし、すぐに貯金なくなっちゃう。違う違う、その300万円で買うわけじゃないの。そのお金はビジネスに使うの。ビジネス？そう、私今とあるビジネス集団に所属してるの。もしかしてそのブランド品とかもそこでビジネスして手に入れたの？正解。リサ、もしかしてそれ怪しいやつなんじゃ。ダメだよ、私そういうのは。違う違う、全然怪しいやつとかじゃないわよ。最近はリモートでお家で稼げる副業みたいなのも増えてるでしょ。これもそれと同じ。そうなんだ。まあ私もここまで稼げるようになるまで大変だったけどさ。一回私の師匠に会ってみてよ。ほんとすごい人だから。来週師匠やいろんな会社の社長たちとパーティーを開くの。大丈夫、最終的にビジネスをやるかどうかはレイナ次第だから。そうだね、話を聞くだけだったら。最近副業って流行ってるしね。そうして私は後日リサが指定したタワーマンションに向かった。大きい、こんなところでパーティーがあるんだ。わあ、高そうなスーツやドレス着てる人がいっぱい。ハロー、君がラッキーガール？そうです師匠、彼女がお伝えしていた。オッケーオッケー、リサからだいたい話は聞いてる？まあだいたいは。ああいいね。まざっくり言うと、元でさえあれば誰でも稼げるようになる秘密のビジネスやってるのよ。誰でも稼げる？レイナちゃん結構貯金してたって。でも不安じゃない？老後の年金の問題や将来の消費税、結婚したら仕事を辞めなきゃいけないかもしれない。お金の不安って一生つきまとうよね。確かに。そのお金の不安からみんなで解放されようっていうお話。ま、後で壇上で詳しく話すから、まずはパーティーを楽しんでよ。はい。ねえ、話すだけでなんかカリスマ性感じるでしょ？確かに、なんかすごかった。それから
師匠という人が壇上でビジネスの話を始めた。まずはセミナーを開催して、そこでビジネスの基礎を学ぶらしいのだ。実はね、レイナ、師匠から言われてるんだけど、私が紹介した信頼できる人物ってことで、あんただけ特別に3ヶ月間セミナーに参加させてもらえることになってるの。特別？どう？やってみる気ない？最終的な判断はレイナに任せるから。うん、やってみようかな。どうも。それから3ヶ月間毎回私はセミナーに通った。毎回参加していたことで、私はセンスのある優等生として扱われていった。そしてある日、リサに呼び出された。レイナ、あんたすっごくラッキーがあるよ。あんた自身でビジネスをやれることになったの。え、私が？そうよ、師匠からお達しがあったの。そっか、私がついにビジネス。特別やりたいこともなく、お金を持て余していた私にとって、これはとても嬉しいことだった。リサから聞いた話では、ビジネスを始めるためにまず師匠から商品を購入するようだ。その額は毎月15万300万円も貯金があるので、15万円くらい平気だった。師匠から購入した商品をいろんな人に売っていくという形式のようだ。しかも15万円支払えば、あの師匠と一緒に経営の勉強もしていけるというのだ。あれだけ成功している人を束ねているのだから、師匠と一緒にビジネスしていけば失敗することなんてまずないだろう。しかも私と同じように15万円毎月払える人を10人ほど紹介すると、社長と同じ実店舗を持って経営ができるのだとか。よし、頑張るぞ。とは言ったものの、私が考えているよりもビジネスは難しいものだった。なかなかうまくいかない。昔の友達みんなに勧めたのに全員に断られて、15万円って意外ときついし、このままじゃ家賃もやばい。あら、レイナ、お金やばいの？うん、ちょっとね。だったらルームシェアすればいいじゃない。ルームシェア？そう、うちのビジネスチームのメンバーでルームシェアしてるのよ。みんなでビジネスの情報交換もできるし、家賃も抑えられるし、お得でしょ。それいいね、私もルームシェアする。こうして私はリサたちがいる物件にルームシェアして住むことになった。家賃の問題は少しの間改善されるが、それでも相変わらず商品は買ってもらえないし、うちのビジネス集団に入ってくれそうな人も見つからない。どうして？全然うまくいかない。レイナ、まだ紹介数ゼロだし、商品も売れてないの？そうなの、もうどうしたらいいか。あのね、レイナには見た目の説得力が足りてないのよ。見た目の説得力？そうよ、誰が普通のスーツやバッグを持ってる人のことを稼いでる人だと思うわけ？自分も稼げるかもって感じさせるためには、まず自分がいいものを身につけてないと。確かに、リサと久しぶりに会った時、すごいブランド物身につけてた。レイナ、この時こそあんたが貯めてきた300万円を使う時でしょ。まだまだ貯金は残ってるんじゃない？師匠も見た目が第一っていつも言ってるでしょ。師匠、そうよね、私ブランド物買うわ。こうして私はビジネスの成功率を上げるためブランド物を買いまくった。友人に根気強く勧誘をするものの断られ続け、メンタルはボロボロになりそうだったが、家に帰ればルームシェアしている仲間たちが励ましてくれる。この環境がとても嬉しかった。ついに友人全員から着信拒否され、連絡が取れなくなった。しかしある時、友人ではないものの当てがあることを思い出した。そうだ、山口、あいつ昔私に告白してきたし、今も好きならきっと。山口は中学の同級生で、ものすごいブサイクで、当時は告白されても振った過去がある。嬉しいな、レイナちゃんが僕を覚えててくれてたなんて。当たり前じゃない。でね、今日はちょっと相談があるんだけど。山口の恋心を利用し、見事私は初の契約が取れた。やったじゃん、レイナ、これからもっともっと契約取っていこうね。うん、でももう当てがなくて。じゃあ私から裏技教えてあげる。合コンや婚活パーティー使うのよ。え、でもそれって付き合ったりしなきゃいけないんじゃ。
バカね、私たちは女よ。付き合わなくても体だけ使わせてあげればいいの。契約させるのと引き換えに。これは師匠も推奨してる作戦よ。そっか、師匠が推奨してるなら間違いないね。そして私は合コンや婚活パーティーで出会った男性と体の関係を持ち、引き換えとして商品の購入をしてもらった。まだまだこれからと思っていた時、実家から電話が入った。あんた一体何やってるの？中学の同級生のお母さんから怪しい商材を勧められたって言われたよ。変なことするんじゃないよ。うるさいな。私の将来のこと考えてるなら黙っててよ。師匠についていけば一生お金で不安になることないんだから。親は将来のお金を保証してくれるわけじゃない。自分のお金は自分で手に入れろというのが師匠の教えだった。師匠の教えに従い、私は親と縁を切りビジネスに励んだ。しかし1年後、体の関係で売った商品がクーリングオフされる事案が増えていった。せっかく体を使わせてやったのに、なんて失礼な奴らなのだろう。残った契約者は山口だけ。でも貯金もとっくに底をついたし、これからどうしたら。何？レイナ貯金なくなったの？うん。じゃあ私がいい金融屋さん紹介するよ。金利が低くて対応も優しいし、師匠おすすめの金融屋さん。師匠おすすめなんだ。じゃあそこ使うね。消費者金融でお金を借りたことで元手が入った。これでまだまだビジネスができる。そう思いさらに励んでいった。どうしてうまくいかないの？借金までしてるっていうのに。クソクソ。誰よ？もしもし、レイナちゃん、山口だけど。なんかよ。レイナちゃんから契約してる商品解約したいんだけど。はぁ？だってやっぱりあれ高いし、いまいちよくわかんない商品だし。待って、解約は待って、何でもするから。何でもって？それは彼女。そう、付き合ってあげるわ、山口くんと。本当？うわぁ、憧れのレイナちゃんと付き合えるなんて幸せだな。そうよ、だから解約なんてしないでね。これで首の皮一枚つながった。まだまだ私はやれるはずなのだ。師匠から教わってるんですから、失敗なんてありえない。レイナちゃん、手つないで。はいはい。レイナちゃん、膝枕して。はいはい。レイナちゃん、赤ちゃんプレイして。はいはい。取りやまない消費者金融からの電話、失った友人とお金、要求がエスカレートしていく山口。あれ、私どうしてこんなことになってるんだっけ。あ、そっか、特にやりたいこともないのにお金ばっかり貯まってたから、一回ビジネスやってみようと思ったんだ。ブランド品に身を包めれば楽しいだろうなって思ったんだけど、なんでこんなことになってるんだろう。親を頼ろうにも連絡つかないし、どうして何か得ようとしたら全部失うことになってるの。私何か悪いことした？レイナちゃん、今日もホテル行こうよ。恋人同士なんだからいいよね。今日もレイナちゃんに膝枕されながらバブバブしたいな。うん、山口くん、いくらでも甘えて。私がどんなプレイでもしてあげるね。大丈夫大丈夫、私には師匠がついてるんだもん。師匠が間違ってるなんてことありえないんだから、これからも師匠についていくんだ。お、来た来た。君からキーガール？大丈夫、俺がいればお金の不安から解放されるよ。やるかどうかは君次第だけど、どう？やる？私の名前は朝比奈美希。この世のあらゆるゴミをクリーニングするのが私の仕事だから、ハウスクリーニングの会社を経営しているのですが、違う相談を持ちかけてくる人も多くて、最近ではマルチ商法に身も心もどっぷりと使って家族をないがしろにした妻の捨て方について相談に来た人がいましたね。あの復讐コンサルは私もゾクゾクいたしました。
何でもお掃除してくれるって噂を聞いたんですが。今回の依頼者は武蔵野俊さん。半年前に結婚したばかりの新婚で、結婚式を2ヶ月後に控えており、結婚式後の新婚旅行を楽しみにしていたそうなのですが、本日はどうしてこちらに？あの、妻を助けてほしいんです。助けてほしいとは？妻がマルチ商法にはまってしまったんです。ある日、夫婦で貯めていた貯金が減っているのに気づいた。ねえ鈴鹿、貯金減ってるけど何かに使った？あ、うん、ちょっと欲しいものがあって、自分の貯金じゃ足りなくて使っちゃった。ごめんね。え、足りないから使ったって、そんなに高いもの買ったのは一体何を？綺麗になるために。エステとかってこと？まあそんな感じ。ちゃんとお金は戻すから、ごめんね。曖昧な返事に違和感を覚えていた鈴鹿は。浪費をするような性格でもないし、高価なものを買うときは必ず相談してくれていた。鈴鹿には悪いと思ったが、クレジットの明細などいつも書類をしまっている場所を漁ってみた。なんだか書類が多いな。なんでこんなに。あ、なんつうか色の違う封筒に目が行き、中身を覗いてみると、それはカード会社からの催促状だった。どうして催促状が？何かの間違いじゃ。カードの引き落とし先は鈴鹿個人の口座になってる。催促状が来ているということは、それを引き落とすだけの預金がないということ。だから家の貯金に手を出したのだろうか。しかし他にも驚くような通知書を見つけてしまった。消費者金融からお金を借りてる。しかも200万？嘘だろ。カードの未払いが上限の50万に加え、借金が200万も。一体どういうことなのか。軽いパニック状態だ。返せる当てがあるのだろうか。催促状の分のお金はちゃんと支払ったのだろうか。一体何にそんな大金を使ってるのか。俺は鈴鹿を尾行することにした。あれから色々と考え調べてみたが、カードの明細は店名なのか、毎回同じ名前で何を買っているのか詳細がわからなく、それに加えて最近鈴鹿が出かける頻度が多くなった気がする。浮気か、誰かに貢いでいるのか、それを確かめなければ。ホテル、やっぱり浮気なのか。浮気現場を抑えようと追尾したが、鈴鹿が入っていったのはホテルの部屋ではなく広間だった。〇〇の会、会合？隠れて様子を伺ってみると、入るには何かの提示が必要らしく、簡単には入れなさそうだった。ここで帰るわけにはいかない。俺は会が始まり人がいなくなったのを見計らって、こっそり隙間から中を覗いてみた。今日は皆さんお集まりいただきありがとうございます。まずはじめに、皆さんのおかげで先月よりも大きな利益が出ています。これなら皆さんへの配当金が100万を超えるのももはや目前です。これからも協力し、会員を増やし、みんなで夢をつかみましょう。その後は、この商品を買うと肌年齢がなど、まさに通販ショッピングのようだった。なんだこれ、完全にマルチ商法のセリフじゃないか。鈴鹿は騙されているんだ。鈴鹿を説得してやめさせようとも思ったのですが、俺がいても全く聞いてもらえませんでした。結婚式のために綺麗になりたいからと、友人の勧めが原因だったらしいのですが、鈴鹿の純粋な気持ちが利用されているのが悔しいんです。これから結婚式を控えていますし、こんなに借金があるんじゃこの先やっていけるのか不安で、マルチ集団から鈴鹿を救い出してお金も返してほしいんです。どうにかならないでしょうか。わかりました、少し調べてみましょう。妻鈴鹿さんの調査を開始したのですが、マルチ商法以外にも思わぬ事案が発覚してしまいました。鈴鹿、お待たせ。いいえ、ユージさんは人気者だから仕方ないですよ。ありがとう、それじゃあ行こうか。そう言って向かったのはホテルの一室。そう、鈴鹿さんと岡本ユージは男女の中に至っていたのです。これはもっと探ってみる必要がありそうですね。助っ人を呼びましょうか。イブ、例のものは持ってきてくれましたか？もちろん、超高性能
おすすめの一品だよ。うん、亮太さんはこれを使いマルチ商法の内部情報を掴んできてほしいのです。 OK、 マルチ商法にハマってる女の子をゲットすればいいんだね。でもその岡本雄二ってやつかなりヤバいらしいよ。まだネットには被害者の声が少なくて表沙汰にはなってないけど時間の問題かも。それならこちらにとっては好都合ですね。亮太さんには鈴鹿さんと同じマルチ商法にハマっている会員に近づいてもらい、盗聴器や GPS などを仕掛けてもらいます。終わったらまた迎えに来るよ。連絡待ってるね。いってらっしゃい。最近事業は右肩上がりで好成績を収めている。ここでさらに皆さんにビッグチャンスをお伝えしよう。俺と寝た女は1年後に1000万稼げるようになっている。これは嘘でも何でもない事実だ。実際に俺に抱かれた人にはあるチャンス方法を教えているが、その人は今では年収1000万。時間は有限だ。このチャンスをつかめるのは限られた人のみ。きゃー、私も岡本雄二様に抱かれたい。特別な方法を知りたいです。君、この後どうだい？俺に抱かれるか？この後は予定が。そんなんじゃビッグチャンスをつかめないぞ。来月の配当金もどうなるかは俺次第だ。前向きでない人の評価は下げざるを得ないな。わかりました。ぜひお願いします。そしてこの後この女性は岡本雄二と共にホテルの一室へ入っていきました。先にシャワーをどうぞ。はい。なんてちょろいんだ。俺に抱かれたら1000万儲ける方法？そんなのあるわけないのに。みんな簡単に騙されやがって、ほんと笑えてくるぜ。これで俺は女を抱き放題、巻き上げた金で楽な暮らしができる。最高じゃねえか。実はね、ユージさんの子ができちゃったの。本当に？羨ましい。それでね、今の旦那よりユージさんの方が稼ぎがあるし、今後も安定して裕福な暮らしができると思うと旦那と離婚しようかなと思ってるの。私にはこの子とユージさんがいればそれでいいから。なんだよそれ。マルチにハマってただけじゃなく浮気もして、しかも身ごもったから俺を捨てるっていうのか。信じてたのに。俺は信じてたのに。くそ、冗談じゃない。俺がお前を捨ててやる。俺の幸せな人生をめちゃくちゃにした岡本雄志も許さない。俺を裏切った鈴鹿も許さない。こいつらに復讐させてください。臭い、汚い、見るにも耐えない。腐ったゴミにはハエやウジが湧き、さらに劣悪な環境を生み出します。これは社会のためにも駆除した方がよろしいですね。承知いたしました。ご依頼のゴミを処理させていただきます。なんだこれは。今すぐ武蔵野さんを呼ぶんだ。何よこれ。浮気にマルチ商法？ちょっとどういうことよ。鈴鹿がマルチ商法にはまっていて、さらに浮気をしているという証拠を職場と鈴鹿の実家に送りつけた。実家には離婚届も添えて、そして後日鈴鹿の実家で話し合いが行われた。これは本当なの？マルチ商法なんかじゃないよ。これはビジネスなのよ。確かに初期費用には100万かかったけど、いい商品を売ってくれるし、進めた他の人にもいいことばかりなのよ。典型的な方法じゃないか、このバカモンが。それだけじゃないわ。浮気なんて恥ずかしい。シュンさんに申し訳が立たないわ。いえ、俺はもう離婚してもらえればそれでいいです。そんなビッグチャンスがわからない人だったなんて。いいわよ、ちょうど離婚しようと思ってたから。ただし慰謝料の代わりに家の財産をもらう。お前が勝手に使った分を差し引いてちょうどいいだろう。それと借金はお前が勝手にしたから俺は一切関わらない。これが条件だ。いいわよ、借金なんてユージさんにお願いすれば一瞬で返せるし、その後のセレブな生活が待ってるんだから。俺との時間はそんなにあっけなく捨てられるものだったのか。もっとごねるかと思っていたが、意外にもあっさりと離婚を承諾した鈴鹿に悲しみと怒りが湧いていた。
さらにイブにネットで訴えていた被害者たちを集めてもらい、盗聴データなどをもとに岡本裕二らマルチ集団を訴え裁判を起こしました。なんてちょろいんだ。俺に抱かれたら1000万儲ける方法、そんなのあるわけないのに、みんな簡単に騙されやがって、ほんと笑えてくるぜ。これで俺は女を抱き放題、巻き上げた金で楽な暮らしができる、最高じゃねえか。これはその容疑は詐欺、暴力行為、不貞行為、恐喝など、証拠のおかげで判決は早々に決まり、岡本裕二らを活動停止に追い込むことができました。岡本裕二は被害者たちに損害賠償を支払うことになりました。その額は1人当たりおよそ300万円、総額にして約4500万にも及びました。裕福な生活をしている岡本裕二かと思いましたが、実は貯金はなく、見た目を気にして高級マンションに住んだり、身につけているものにお金をかけたりしていたため、賠償金を支払うあてはありませんでした。住んでいたタワーマンションや高級車、アクセサリー品からもちろん全て差し押さえられ、もはや裸同然に。それでも足りないので仕事をして返済しようと試みたようですが、今までまともに働いたこともない彼は就職することもできず、朝から晩までバイト詰めで必死なようです。一方、鈴鹿さんはというと、職場にも証拠が送られたため調べてみると、なんと横領が発覚。全額返済することを約束とし、会社はクビに。岡本裕二との子は認知してもらえず、返済に追われていたため相手にもしてもらえなかったそうです。そんなの俺は知らん。金がないなら用はない。そんなでもあなたとの子なのに、私たちの未来が。会社の横領50万と消費者金融の借金200万、その他カードの請求50万など、総額300万以上の借金とお腹の子供を抱え、借金の返済のためこちらも必死にバイトに励んでいるようです。ふう、これですっきりしましたね。これからは依頼者様がクリーンな人生を歩まれることを祈っております。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。